立ち目かがり抑え陣を使うには抑えの交換が必要です。抑えの交換は電源を入れ、針上下スイッチを1回または2回押して針を上へ上げ電源を切ります。抑えレバーを上げ、押さえホルダー後ろ側の黒いボタンを押して押さえを外し、押さえのピン部分と押さえホルダーの溝部分が合う位置に押さえを置き、押さえレバーをゆっくり下げて取り付けます。電源を入れ、表示パネルで立ち目かがりを選択します。押さえレバーを上げ、押さえのガイドと布端が合うように布地をセットして押さえを下げます。あとは布端を押さえのガイドに当てながら立ち目かがりをしていきます。この他にも別売りのサイドカッター押さえを使った立ち目かがりもできます。